もこんにちは、旬代理メンバーのすずです。本日は戦略コンサル2社に内定された超優秀な就活生の方に来ていただいてケース面接を実施してもらおうと思います。お願いします。就職活動では外資戦略コンサルで2社内定をいただきました。よろしくお願いします。そして今日の面接官は池上さんにお願いします。池上さんお願いします。サクラスの池上と申します。新卒で AT カーニーという戦略コンサルに入りまして、その後事業会社のサラリーマン社長をやって、今は自分の会社をやっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。フェルミとケース面接の通過回答集をプレゼントしていただけるということで、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。じゃあまずなんですけど、ケース面接って何ですか？ケース面接っていうのはコンサルティング会社とか、まあ、そういった会社を受けるときに、うんうん、ちょっと普通の会社ではないような面接があるんですよ。どんな感じなんですか？大きく多分2タイプあって、はいはいはい、まあ、1つはフェルミ推定って言われるような数字をまあ推定しましょうというようなもので、もう1つは例えばマクドナルドの売り上げを2倍にするにはみたいなお題を与えられて答えを考えると。なるほど、はい、というケース面接なんですけど、まあ、この後実際に通過したものを披露していただくので、皆さん最後まで見ていただければと思います。じゃあ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。スターバックスコーヒーの店舗の売り上げを上げるにはというこのお題なんですけど、なんか確認しておきたいところありますか？スターバックスのその店舗はどういった特性のある街にある店舗を想定したらいいですか？学生街ということにしましょうか。はい、承知しました。あとはスターバックスの営業時間、だいたい8時から23時とかがまあ主かなと思うんですけど、その時間で置いちゃっても大丈夫ですか？はい、大丈夫です。その他何かスターバックス特有で施策としては出せませんみたいな、なんか縛り制限とかっていうのありますか？本部で300店舗の売り上げを伸ばそうとかではなくて、はい、そこは特定店舗の店長みたいな感じでお願いします。はい、承知しました。さあ、質問は以上になります。ありがとうございます。はい、じゃあ今から10分差し上げますので、それで考えてその後1分程度の発表をお願いします。はい、承知しました。よろしくお願いします。試作3つあるんですけど、1つとかにしますか？1分で。そしたら発表1分って言ったんですけど、2分使っていいんで3つ全部お願いします。そしたらじゃあ、とスターバックスの売り上げ向上のための試作を発表させていただきます。まず試作としては大きく分けて3つあります。1つ目が朝の売り上げを向上させるために朝活支援としてフード割引をするっていう試作です。で、2つ目が一定時間でスターバックスってコーヒーは廃棄されるっていうのが特性としてあるので、その廃棄されそうなコーヒーとかされるコーヒーを割引して販売する方針の1つ目と、3つ目として自分自身が行くときにすごい感じるんですけども、12時とかの昼の時間とか授業の合間とかってすっごいババッコミで長蛇の列ができていて、そこで混んでるならちょっと別のとこ行こうっていう機会損失がかなり生じていると思うので、その時にコーヒーとかみたいな自分でパッと作れる程度の商品を買いたい人たちのために、セルフレジプラスコンビニのレジの隣にあるようなコーヒーマシンみたいなところで、セルフ会計ができる自販機のようなものを導入するっていう、この3つの施策を提案させていただきます。以上です。はい、ありがとうございます。ケース面接って出てきてる結論もそうなんですけど、考えたプロセスが結構大事だということだと思うので、どうしてこの3つがいいと思ったのか、まあ、少し考えた過程を教えてほしいです。じゃあ1つ目 の朝活支援のフード割引の施策に関しては、売上をフェルミ推定しまして、でさらに営業時間でセグメントを分けをして、それぞれの時間のレジの稼働率と客単価見たときに、朝がかなりボトルネックなのではないかというふうに考えたからです。まあ、具体的な数字とフェルミの内容をお話しさせていただきますと、1日の売り上げっていうのはレジの数×レジの1時間あたりの最大稼働数、レジのその会計回数×稼働率×営業時間×平均単価っていうふうに求められると思うんですけども、まあ、最後の3つの要素、稼働率×営業時間×平均単価っていうのは、まあ、時間によって大きく変動するものではないかというふうに考えました。それで営業時間を朝昼
昼晩みたいな感じで、まあ、3時間ずつ9時から12時、12時から15時、15時から6時でセグメント分けをして、それぞれ稼働率と平均単価を推定したんですけれども、大学生って朝めっちゃ苦手なので、まあ、1、2限したがらない学生がほとんどだと思うんですね。っていうので朝利用するお客さんっていうのは少ないんじゃないかなっていうふうに考えたのと、朝来てくれる学生っていうのはほとんど勉強しに来てるというふうに思ったので、まあ、多分その客単価コーヒーがメインになると思うので結構安いんじゃないかなっていうふうに思いました。なのでその朝のこの平均単価の低さと稼働率の低さを改善するための施策として、朝普段来ないような学生にも来てもらったり、普段来てる学生にプラスアルファでちょっとフード食べようっていうふうな気持ちになってもらうためのフード割引という施策を出させていただきました。ありがとうございます。じゃあ朝の時間帯ですね、他にもいろいろ施策を挙げるとしたらどんな切り口が考えられますか？切り口としてはもう大学の中にあるという強みを最大限活かして、朝の時間のコーヒーサブスクリプションっていう切り口があるかなっていうふうに考えました。それがいいと思った理由は何ですか？一回払ってもらったら結局はそれってコーヒーを実際飲むかどうかによらずに売り上げにつながるっていうところで、一定の売り上げ確保することができるっていうふうに考えたっていうのと、コーヒーを買いに来る、飲みに来る学生が増えるんじゃないかなと思ったので、そういうコーヒー廃棄を避けるっていう施策にもつながると思ったので、その朝の時間のコーヒーサブスクっていうのをお話しさせていただきました。ちなみにこういう他の施策ありませんかって聞かれた時って、何か軸を作ってそこからいっぱい出すと便利かなと思うんですけどそういうのってやったことありますか？面接の中でやったことはないんですけど、どういう軸を想定してますか？例えばその朝来てほしい人、来る人の属性で1限がある人、1限はないけど2限がある人なのか、同じ学生さんだとしても来る人を分類してみようとか、あるいは来ない理由、来たいけど来れない人がいるとするならば朝起きれない以外に何か理由あるのか、あとはもう起きてる人をどっかから奪うんだとするとパリーズに行ってる人はいるのかとか、セブンに行っちゃってる人いないかとか、そういう分類ですかね。分類してみましょうか。スターバックスに朝来ない人たちがなぜ来ないかっていう切り方で考えたとしたら、朝弱くて来ないってパターンと、そもそも朝スタバに行くモチベーションになれないっていうパターンのその属性としてコーヒーに対する苦手があってみたいなパターンと、あと朝からフラペチーノみたいな重いものを飲むのはきついみたいな人ももしかしたら一定数いるのかなっていうふうに今伺って思いました。なので一つ施策として今思ったのは、まあ、そういったそのドリンク自体がそういう層に刺さってない場合があると思ったので、ドリンクメニューの特性が原因で来ない人に、まあ、何らかヒアリングをして、なぜ来ないのか、どういうドリンクがあったのか、来るのかっていうのをヒアリングした上で、まず彼らに刺さるようなメニュー設計をしたり、そのメニューがすでにあってマイナーすぎて知られてないのであれば、それをプロモーションする方針が考えられるかなと思いました。いいですね。なんで、まあ、なぜ来ないかがあって、起きれる起きれないで、起きれる側はなんでスタバに来てないかっていうと、まあ、仮に店内価格商品ってあったとすると、その並びって他に何かありますか？現時点ではちょっとパッと思いつかないんですけど、これってマーケティングの 4P っぽい価値かなという感じするんで、まあ、抜けてるのがあるとすると宣伝ですかね。起きてるけど新商品とか、今やもうすでにできてる施策を知ってもらえてないかもみたいな可能性があるかなとは思います。はい、じゃあ以上で面接終わります。今日はありがとうございました。はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか？いや、ちょっとな、完成点はまあまああるなっていうのはかなり思ったんですけど、でもやっぱりお話伺って、そのいろんな切り方があるって話とか、まあ、その引き出してくださって、まあ、その観点なかったなっていうので、いろいろ勉強になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで池上さん、でもし池上さんが面接官だったら、今のケース面接合格か不合格かお願いします。じゃあガチャ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 じゃん。おお、ギリギリかな。池上さん、良かったところと改善点があれば教えてください。はい、はい、1点目はボトルネックって言ってもらったんですけど、その売り上げに蓋をしてしまっている要素っていうのがあるんですよね。レジの待ち時間だったり、うん、席が埋まってるだったり、うん、
そういったそのキャパシティに注目してくれて、どこを活かすのが効果が出そうかっていうその感覚があった。なんで全体感があってちゃんと効果が出そうなところを抑えてたと。これ一つ、はい、で二つ目は挙げていただいた施策が具体的で実践的だった、解像度が高かった、うん、はグッドポイントでしたね。なるほど、はい、逆にモアの部分はどこだったんですか。改善点があるとすると、いわゆる演繹的な思考トップダウンの方がちょっと弱いですね。具体から入ってるんで、うん、それはいいんですけど、一回具体から上げたらもう少し抽象度上げて、抽象的なレベルで少しレベル感揃えてもう一回具体に戻すみたいな、まあ、その具体と抽象の行き来の頭を自在に使えますよっていうところを、まあ、結構 PR しないといけない場面もあるかなと思うので、そこができると良いかと。まあ、具体的にはその待ち時間を減らすために、物理的な待ち時間、心理的な待ち時間でその下を開けるとか、朝活支援でっていう時になぜ来ないか、起きれる起きれないで、起きれてる側はドリンク価格店内、宣伝とか、まあ、そういう感じで分類したらそれぞれに出せるっていうことがあるっていう、まあ、ここは結構、まあ、もう少し時間があったらそこの伸びしろは見たかったところです。それ以外でなんか気になったとこ挙げるとすると、いいとこでもあるんですけど、個人的な体験から出てきたやつを、まあ、一回検証してほしいですね、うん、本当にこれでいいのかなと。なんか例えば2番目のコーヒー廃棄割引案とかは実際面接場で出すと突っ込まれるだけで全然いいことない気がするので、あんまり出さない方がいいんじゃないかって気がしました。なのでなんかいいの思いついたってなった時に、まあ、あんまりそれに引っ張られない方がいいかなというふうに思います。ありがとうございます。はい、ということでケース面接とフェルミン推定の回答集をプレゼントしてくださるそうなので、ぜひ気になった方は概要欄からチェックしてみてください。次、フェルミ推定対決を旬代理メンバーコンサル内定者のイナが対決するので、ぜひそちらの動画も見てみてください。ということで、お二方本日ありがとうございました。ありがとうございました。せーの、じゃあなー。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。